2023年12月15日18時25分、ちゃんと、昨日夜、雨が降ってましてですね、夜中から明け方にかけて。で、風がよく吹いてると思うんですけども、雲の動き見てください。あちらが南です。で、雲がこちらに流れてるので、南風を吹かせてるんですね。南風を吹かせて、湿った暖かい風を入れることによって、雨を降らせると。で、まあ、ここ数ヶ月前からの状況では、まあ、水不足の地点がいくつかあると。まあ、そういうような形でこう行ってるんですね。で、それだけじゃなくて、狙いは、気温を上げると。夜に雨を降らせて昼間、一時期、晴れでした。快晴の時もありました。でまたこういうふうに、雲を作って南風を吹かすことによって朝晩が正直、冷えてしまう部分があるんですけども、南風を吹かすことによってそうならないようにする。で雲である程度覆うことによって、地上に今ある気温暖かい、空気が宇宙空間の方に上がらないように、気温の方が、上昇しますから、気温というかこう暑い熱の方が上昇しますから、なんか放射冷却というような形にならないように、上空に雲を張ってるんですね。だからこれはもともと狙って言ってることであって、ホームページとか YouTube 日々上げていく内容とかでも見てもらったら分かるし、一応報道ステーションとかに向かって言っていますね。そんなことよりももっとええ方法があるって。まあ YouTube でも言ってると思うんですけども、ラルクアンシェールへのメッセージへのところだと思いますよ。基本的にホームページ淡井圭介の履歴一番を見てください。メモしてください、自分で。一時停止を押してもらって、ホームページ淡井圭介の履歴の一番。まずそこを見ると。そこを、辿っていってもらったら、そこから、カッコの枠、こういったものを、ちょっと待ってくださいね。